この秋できれば関わりたくない牧本さん。迷惑な男が巻き起こす、なぜかちょっといい話。牧本今こうなってました。空気が読めない、人の話を聞かない、なかなか心を開かない。先週一件納骨を済ませたので、また私のデスクの下に収まります。彼の名前は牧本。東子さんは今おいくつですか？答えないといけませんか？